これは不発弾。こうやって見ると、あ、なかなか左側は綺麗じゃないかなとか、右側はえらい錆びて、こりゃ使えんなとかいう感じだけれど、中をチェックしたら全く逆なのにびっくりした。最初はこのえらく古く、多分これ雨ざらしで相当長く雨ざらしになってたもんだと思うんだけれども、玉も汚いけれど、ところが中の火薬がこういう風になってる、ということは中が全然濡れていない、つまりこれは元気な玉で多分雷管も問題なく打てるでしょう。元通りにして打ってしまう。ところが結構綺麗で、多分全然問題なく打てそうな球。ところが開けてみるとこの状態で、中が濡れてて火薬が下流状でなく、もうなんていうかな、くっついて使えないもの。これはゴミ。雷管も多分どころか絶対に発火しないでしょう。玉自体もひどい状態で傷だらけだけど、多分これもちゃんとフレアしてなくて、がっつりとこう食い込んでみたい。玉はまあちょっと修理して打っちまうかな、鉛の清掃用に。不発弾の綺麗なやつ、中身だけれども明らかに濡れてるのがわかる不発弾。